大分市の高崎山自然動物園では人気ナンバーワンの猿を決める選抜総選挙のシーズンがやってきました。高崎山総選挙へのエントリーを目指して被選挙権を得るための抽選会が間もなく始まります。この掛け軸を使ってこれから16頭を決めていきます。今日は総選挙に立候補する猿を決める抽選会が行われました。公平を期すため抽選をするのも猿。顔写真をプリントした掛け軸に紐で落花生をつけ、猿が落花生を引っ張ると候補に決まる仕組みです。3枚、4枚決定。はい、 B 群の松葉、ペッパーミル、大麦、最後夜景です。厳正なる抽選の結果16匹が決定。これに職員推薦枠の4匹と70周年を記念した小猿のキャラクターナナマルも参戦。合わせて21匹で争われます。人気のある猿がですね、今回も順当に選ばれたと思ってます。果たしてナナマルに勝つ猿が現れるかどうか、ちょっとここにも注目してほしいと思います。もうぜひ清き一票をですね、猿たちに入れていただければ、その年を代表する高崎山の顔が決まると思いますので、ぜひ皆さん参加をお願いしたいと思います。 B 群と C 群合わせて977匹の頂点に立つのはどの猿か。選抜総選挙は今月16日からスタート。園内の投票箱や公式ホームページから投票可能で、結果は来月20日に公表されます。